なのね、仲良くなってくれた子はもしかして。優しい、ありがとう、嬉しいな。めちゃくちゃ嬉しい。こんにちは、フコピグさん、ありがとう。疲れた、みんな。5時間リハ、5時間のところ4時間くらいで終わりました。多分10、11、12、1、4時間では、1時間巻いた、1時間早く巻いたよ。 MK さんありがとう、葵ちゃんもありがとう、副業さんありがとう。疲れた。無事サマステ第1回目のリハ乗り切りました。あとは前日にサマステのリハがあります。ななちゃんなのよって。ねえ 嬉しい。アイリまで嬉しい。そういうなんか仲良しの輪が 新たに作られると嬉しいですね、こちらも。やった、葵ちゃんありがとう。そう、1時間巻いたのすごいよね。夏の1時間長です。そうね。こんにちは。やっほー、疲れた。花ななな、花ななさえち すごい 連番9月。わあ、待ってる。嬉しすぎ。めちゃめちゃ嬉しいんですけど。タタさん、あ、めっちゃかわいい、ありがとう。カメさん、ありがとう。お一人様、すぐ、早い。早いね。すぐ早いね、意外と。ほんで、リハお疲れ様。ありがとう。暑かったかな。いや、でも、中にいたからね、そう。涼みに来ました。やばい、眠い、疲れた。今日全然寝てない。お友達できて嬉しいから、愛ちゃんありがとうの気持ちいっぱい。いやー嬉しい、マジで。さえちゃんとやっぱ、まあね、私は仲いいんで、さえちゃんって女の子のファン多いから、そう、ぜひともね、私たちと仲良くしてもらえたら嬉しい。そうなのよ。私もうマジで女の子、まあ男性のファンの方ももちろん私結構認知してるんだけど、女の子はね、さらにね、精鋭部隊なんです、女の子は。そう。愛知推しの女の子はね、マジで精鋭部隊。一人一人もうマブって感じの友達って感じなんで、私は。そうね、女の子多いよね、めちゃくちゃ多いよ。私はもう本当に一人一人、もう数少ないマブたちみたいな 感じでございまして。愛知推しの女の子とファンと巡り合えて、愛知推しの女の子ね、いや、他5人ほどはいますね。ちょっと数えてるけど、5人は確実にいる、他に。ちゃんとした。しかも結構に会いに来てくれる子。そうそうそう。5人、5人以上10人未満います。葵
ちゃん、ありがとう。5人以上10人未満かな。うん、そう、確実にそれはいますから。でもね、ショールームに来てないんだよね。少ね、言うな5人以上10人未満ね。うん、5人、6人、7人、8人、9人くらい、うん、そう、は女の子います。多分そんくらいだね。うん、いやマジでありがたいよ。そう、本当に感謝よ。最初2人ぐらいしかいなかったから、うん、2、3人くらいしかいなかったから。初期は9月は楽しみになってしまった。ありがとう、仲良くしようねみんな。女子村民枠拡大キャンペーン、うん、うん、毎年というか毎年ね、そのキャンペーンしてるんだけどね新幹線やっほー、新幹線のアイス食べたいんだけど食べてない一回も。2、3人から5人にとか、そうね、5、6、7、8、9、うん、ぐらいに9はいないか、さすがに。嬉しい男性ファン、嬉しい男性ファン、嬉しい男性ファン、嬉しい方いないけどね。 MJ さんありがとう。Gライフ、嬉しいワードジョやめてください新規の人がもう引いてしまう引いてまうよ。あおいちゃんありがとう。さえちゃん推しの女の子で愛知さえち推しの子とかもいるんよね。まだここのねルームに今いないだけ。そう、今いないだけだよ。さえみにからさえち絶対秘密、やばいやばいやばい、責任を負いませんペコ、あミニセスが都会に行くのというのです。うん、愛知なら許してくれるんじゃないかなと。聞いてみてください、ワンちゃんスカートくらいなら開ける捕まれ、こんにちは。女の子受けめちゃめちゃいいと思うんやけど、話しやすいし可愛いもん。いやそうなんや、話してみたら結構いいと思うそう、話してみたら結構なんて言うんだろう、フレンドリーに私は話せる自信があるんで。そう、女ですMK さんありがとう。そうよ、私結構親近感が売りなんで、うん、すぐ仲良くなれると思う。そこは任せてって感じ。あ、なんかガチャッときた、ちょっと一瞬待っててください。サットンさんありがとう。助走命令出してません出してません。私はこれからなんかオンライン打ち合わせが一個あって、そう、珍しい仕事だけどオンライン打ち合わせがあるんですね。だからちょっとそちらまでちょっと待機してるんで今。そう、愛知ファンの人はみんな優しいイメージ、嬉しい、優しいイメージだって。
みんなこれからも真摯に真摯でいてね、真摯な村民でいてね。花ありがとう、こんにちは。本当に紳士でいてくれよね、みんなね。なんかいやそう本当になんかす、うん、マジで優しい。ファン方にすごいよくしてもらってるって本当。花ありがとう、こんにちは。そうシャイな方が多いんで、私のファンの方は結構そうシャイな人見知りの方とか結構多いからそうだね。こんにちは。なんか推しメンっていうよりか友達になってほしいかな、わりかし。まあでも推しメンで嬉しいんだけど、推しメンは嬉しいけど、なんか友達みたいな、そういう関係になれるよ、なれると思ってる。女の子はね、特に。男性のファンの方はまた女性ファンとは違ったね感じだとは思うけど、私も優しいわ。あんなやつですね。まだですわ。あともうちょい、あと友達になれる世界線あると。いや世界線あるよ。愛知にやっぱこう愛知推しになってくれたら、やっぱそのファンの子はもうマブですから。友達になった。固定リハ始まってます初見です、マブ。親戚の弟枠狙います。あー絶妙なとこ来てるわ絶妙に空いてる枠かもなんで弟なんや。全然アイリ下なんだが、アイリの方が絶対年下だよね。アオイちゃんありがとう。友達以上恋人未満、友達以上恋人未満。博多弁いいってなってくる、なってる。いやいいよね。あでも全然染まんないんだよ、方言全然染まらん。何しよっととか、ね、分からんと、ね、かわいいんだよね。てかさやちゃんとかさたまに出んのよ、あるとみたいな、かわいいみたいになる、マジで。言わないけど、え、そっか、さえちゃんって福岡の人かって、なんか都会っ子っぽいからさ、え、博多弁なのって思って、博多、なんか博多美人だけど、美人だけど博多感ないんだよ、なんか東京の感じ、うん。あるよね、なんでかね。だから博多弁使ってると不思議なんだよね、ちょっと。1492、そう、かわいいよね。アイリの方がどちらかって言ったら福岡っぽいんじゃないのかな。福岡っぽいっていうか、こってこての関西弁。え、いいじゃん、関西弁も好きだよ私。そうね、愛ちゃん、愛知、さえちゃんでおつなめだねね、女子会博多弁してくれ、好きな方言。いやそうだよね、一番可愛いよね。いや可愛い、でも方言はな、どこでも可愛いんだよな。関西もやっぱね、関西弁結構好きで私、大阪の子が好きだよ。
ひなたさんとかもね、松本ひなたっていう子が、子がとか言って先輩なんだけど、人がいて、アーリーがもう親友だったんです。そう、今でも親友ですけど、大阪弁、大阪弁っていうか関西弁か、関西弁がめっちゃ好きで、もうひなたさん関西弁めっちゃね、ずっと聞いてたから、もう仲良かったから、結構映っちゃう時もあったね。関西弁は映りやすいね。うん、博多弁はなんかそんなに映らなそうだけど、港区女子ね。港区やべえ。もう確かにいてもおかしくない。うん、ホークス連敗です。本当にね、なんでなんですか。自力優勝はもう多分できないのね。名古屋弁ってどんな感じなんやろ。いぶきだけかも。いぶきだけだ、やば。地方組が多いのよ、規制は。特に地方図が多くて、関西弁落ち着きます。うん、関西弁映るね。福岡ボートで来てたみたいです。うん、そう、アーリとおさえちゃん大阪にいたから会えんかった。そう、映りやすいです。すまんね。あー、なるほどね。博多弁も私結構聞いてるつもりだけど、全然染み込まないんだけど、体に染み込んであるけど使えないな、なんか。え、何しようと。でもドラマでは言ってたね。え、寝ようと、寝てるの、寝てる。北海道感あまりない。白いじゃん、白い恋人って感じじゃん。みやびとか会で話してない。うん、言ってなかったよ。ダベって言わないな。うん、ねえ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 、眠れない。ああ、よく頑張ったわ、サマーステリハ。いじりは確かにね。リハの様子？リハ、今公演のリハしてますね。いや、流れ、音声だけ流れてる、ちょっと。ラララ、うん、カトリア、ここでね。でも難しそうなんだよ。しかもちょっと覚える時間が今全然ない。今年の夏終わるまでには、いや、エミリーさんの生誕までには覚えようかなって思ってます。うん、葵ちゃんありがとう。12月やね。12月までに覚えようと思ってます。まだ過去点出てない。そう、葵ちゃんありがとう。ちょっと暇ができたらね、したいな。年末覚えれるかしら。なんて天使はいる、誰かに言わなくても。ナンバの強さ、やばい、騒いじゃうじゃないか。配信予定、あー、8月の中旬あたり。まだね、日程決めてない。私のスケジュール次第なのよ、仕事の
事のやつもね、そう、仕事のスケジュールもね。でもあと嬉しいお仕事を情報解禁、まだかな、一応あるんで一つね、8月はまあちょっとバタついてはいる。古典の曲、動きで古典で愛知だけ、うわー、うーん、12月までに覚えます、私のスケジュール次第。いやいや、そんなめっちゃ売れっ子じゃないんですけど、全然売れ、あの忙しいわけでもないけど、うん、忙しいわけじゃないんだけど、今余裕がない。でも今余裕がない状態で覚えてもなんか違うなって思うんだけど、今はね、その研究生の頃だったらやっぱ何でも出るって感じだと思うけど、正規面になれたからにはやっぱさ、その自分のチームの講演もさ、やっぱ大事にしたいで、大事にするのはまあ大前提で、まあ、パジャドラも出てますけど、そうね、一旦ちょっと余裕を持ちたい、余裕が欲しいかなっていう感じなんだよ。もう全然余裕がないんだよね。なぜだか余裕がない。なんでなんだこれ。そう。ひよちゃんいきなりここで出ますよ。でも私も出てたもん。ティセットと制服の目。T2 も出てたもん。でも本当はなんか全部公演を出てから、そうやっぱ研究生の頃は出てっていうことでしたから。本当はね、そうだからやっぱ6期生の子とかはどっちも出れた方がいいとは思うんですけど、まあ私もいずれかね、出る出れる出る気が来るかもしれないですけど、古典もそう、研究生の頃ね頑張ってましたよ、そのどっちも全部覚えて、で全部の公演出てたからね、 T2、K4、リセット、そうそう、その期間もありました。そう、ちょっと一旦余裕が欲しいな。なんで余裕がないんだろうな。でもこのさ、なんでかね、ギター学んで、でもさ私絶対できないできないっていうか、ソロのやつやらせてもらえないよ、アンダーは。両方覚えるな、研究生の仕事っていい。まあね、研究生優先で覚えた方がいいかなとは思います。その出てほしいと思うから、研究生の子にアンダーとかは特に。そうだって、あいでも研究生の時やっぱ公演に出たかったっていうのもあったし、そうそう、公演が一番やっぱ見てもらえるところではあるから、優先で出てほしいなっていう気持ちはあります。うん、でまだ出てない子もいるもんね、多分6期の子で。そう、勉強になるのよ。そう、とらわれないから、その1個の公演に。そうそうです、マリアちゃんは全部覚えててすごいね。嫌味ですか。私はでもダンスが得意なわけじゃないんだよね、本当に。不良覚えも悪いし、そうだからちょっとまあ
今すぐにはちょっと覚えれない。出たい気持ちはあるんですけどね。ロッキーちゃんとか結構出てるからね。そう、じゃあそろそろ終わります。13位ねえねえさん、12位なおさん、11位タグ JP さん、10位ターくんさん、9位怪盗さん、8位スミスさん、7位長っちさん、6位ペシさん、5位フクピグさん、4位 MJ さん、3位 MK さん、2位タッタンさん、1位葵ちゃんさんです。じゃあ皆さんありがとう。